今回はちょっと短めの動画になると思います。今回の動画も前回に引き続いて、ゴールデンウィーク中私が動画を投稿できなかった時期に出たニュースについてお話ししますが、この件について語っている国内の媒体がないので、日本の MTG 界隈ではほとんど周知されていない内容になります。5月1日、皆様すでにご存知と思いますが、ウィザーズ公式サイトにてモダンホライゾン3のカードの画像が正式プレビュー開始前に大量にネット上に出回ったことについてのウィザーズの声明文が発表されました。そしてその声明文の公開直後、ウィザーズ公式配信であるウィークリー MTG の配信が開始され、その中でウィザーズ社員のブレイク・ラスムッセンさんがネット上でまことしやかにささやかれている噂であるレガシー以下でしか使えないカード渦巻く知識がモダンホライゾン3に再録されモダンリーガルになるという件について触れ、モダンホライゾン3には渦巻く知識は収録されないと明言することで噂を否定されました。おそらくこの噂、この動画をご覧になられている方の中にもご存知の方が多いかと思いますが、その噂がきっぱりと否定されたわけです。そもそもなぜこのような噂が出回ったかというと、そういうリーク画像がネットに出回っていたからでして、リーク画像を動画に載せるわけにはいかないので、私の方で再現画像を作りましたが、普段のリーク画像ではモダホラさんのパックを開封したら渦巻く知識が出てきたんだがという体で、渦巻く知識のカードがカードの下半分を他のカードで隠された状態で写っていました。しかしながら渦巻く知識の下半分が隠されているということで、エキスパンションシンボルが見えなくなっており、モダンホライゾン3ではなく過去に発売済みのセットに収録されていたバージョンの渦巻く知識を使って、あたかもモダホラさんのパックから渦巻く知識が出てきたかのように見せかけたフェイク画像なのではないかという疑いを多くのネットユーザーに抱かれておりました。私自身このリーク画像を見た時には、あ、これは実中ハックフェイク画像だなと感じましたね。そもそもモダンでは渦巻く知識ほどではないものの、青の1マナドロスペ最強格であるシアンでさえ禁止されているのに、そのシアンを飛び越えて渦巻く知識をモダンリーガルにするなんてこともさすがにないでしょうしね。とはいえ、どんなカードが収録されるかわからないのがモダンホライゾン3です。シアンを飛び越えて渦巻く知識を収録してモダンがぶち壊されるということも絶対ありえないとは言い切れず、全世界のモダンプレイヤーがモダンに渦巻く知識というレガシーからの黒船が現れることに戦々恐々としていたわけですね。ところが5月1日のウィークリー MTG にてウィザーズ社員のラスムッセンさんの口から、モダンホライゾン3に渦巻く知識は収録されない、統率者デッキにも入っていないということが語られ、渦巻く知識がモダン環境をぶち壊すという懸念はなくなりました。日本国内でも渦巻く知識がモダンリーガルになったらモダンは終わりだと不安がっている方は多いですが、この度その可能性はなくなりましたので安心してくださって大丈夫だと思います。あとはウィザーズのリークに対する対応ですよね。ここ最近セット発売ごとにリークが発生している状況ですので、リークについての声明文を出すだけでは明らかに不足で、リーカーに対して然るべき対応を取るなどして今後リークが発生しないような方策をしっかりとしてもらいたいところです。今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。